世界で見ると相当珍しい血液型ということがわかります。日本人の場合には大体4、3、2、1という比率でですね、A 型の方が最も多いんですけども、ただ世界全体で見ますと、林くんがさっき言ってくれましたね、 O 型の方が一番多くて、それから続いて A 型、B 型、で AB 型の方はなんか少ないもんね。ただ日本では大体こうバランスよくですね、日本産にすることになって、世界的には少ないということになりましたね。実際にですね、世界にどんな感じですね、血液型が分かっているかどうか、これも統計がありますので、アメリカなんかでは O 型が半分ぐらいあるんですね、多いですよね。で AB 型が少ないというような感じですね。それからイギリス、イングランドですね、こちらも O 型が多いですし、例えばアメリカのですね、いわゆるインディアン、先住民なんか O 型がほとんどで、もう部族によっては O 型しかいないというところもあるわけですね。世界で O 型が多いことは分かりましたが、分析をもう一度よく見ると、日本では AB 型が 10% いますが、アメリカでは AB 型がわずか 4%、 イングランドやフランスでも 3% しかいないことが分かった。なぜ AB 型が少ないのか、その理由は人類の進化にあると先生は言う。実際にですね、人類の進化ということを見てみたいと思いますけれども、最初はもともとは人類の起源とは白民族で、O 型の方が多かった。これは紀元前、4万年頃ですかね。でだんだんと移ってきて、A 型の人は農耕民族で、B 型の人は遊牧で、A 型の人は後から出ていったということで、このような血液型の変化というのは食生活あるいは何らかの環境の変化が影響したのではないかというふうに考えております。だから AB は新から少ないみたいなことですか、世界的に見ると。ちなみに町の人はこんな人間以外の血液があるんですか。